あの間違った問題番号とその解説を書かせるっていう。やっぱり直前期になると苦手教科に咲きまくってると得意教科でこの 100% 出ない可能性がある。夏が逆に今最苦手を克服する最後だと、あの綺麗に読むことができれば運動量も上がっていくとは思って。Hello there! ですね。はい、始まりました。もっちチャンネルです。今回はですね、再びですね、英語講師、林先生においでいただきまして、ね、今回はですね、英語の勉強、どんな感じでやってきたかっていうのの、その勉強法だったり、はい、参考書なんかをちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、高校1年生の時、その頑張って塾入って勉強した、はい、その時は参考書とかは特にやってなかったですか？その時は、その塾の先生が、この参考書がいいっていうことでお勧めしてくださって、はい、それをやりながら授業を受けるというスタイルで、そうなんですね、やってたので、あのその時によく ものすごくよく覚えてるのは、あの A、あの基礎英文問題成功っていうのをみっちりやりまして、もうそれがいきましたね。もう最初の10章ぐらいはもう全部もうほぼ暗記しちゃうぐらいやって。そうなんですね。そうなんです。中原先生。あ、そうです、中原先生で、もうあの必要なことしか書いてないっていう、あのものすまあ、もちろんレベルによるとは思うんですけれども、うん、であの基礎レベルだと思って侮っていたら、昔の基礎は今の基礎ではありません。そうです。あのそれであの調子に乗って標準英文問題成功で手を出したらもう、はい、終わっちゃいますから、普通の受験生は、キャパオーバーになっちゃうので。まさにその通りですけど、あ、それをやってたんですね。高1の時はもうあのいわゆる四択問題集とかをこうランダムにやったりとか、文法の基礎をとにかくあの叩き込まれるって感じで、高校2年の終わりか高3の初めぐらいから、あの英文法ファイナル問題集っていう、はいはい、ありますね、はい、赤いやつが難しいやつ、赤いやつが難しいやつで、もう標準変化でありまして、 で、はい、でもあれも標準だって侮ってると、もう全然、うん、あの知らない語法とかたくさん出てくると思うので、はいはい、普通の受験生でも。なるほどなるほど。なのでもう、まあ、緑から始めて赤に移ってっていう感じでしたね、うん、すごいですね。もう高2でファイナルっていうことですね。こうそうですね。ただなんかファイナルの使い方って、まあ、人によって分かれると思うんですけど、あれはあの一応意図としては最後に確認のために10回分やりましょうってことだと思うんですけど、あの僕の場合はというか、あの僕のいた塾で採用してたやり方では、それをあのノートにその間違った問題番号とその解説を書かせるっていう、あ、解説というかその知らないイディオムをメモるっていうようなことをあのしてて、それでこう自分専用の教科書ができる感じになるんですね。でしかもそれがカテゴライズされたやつだと不定詞とかって書いてあって、その不定詞の脳で解けたりする。よし、これは不定詞だって言って、で当然これは副詞的用法だよなみたいなこう流れで解くと思うんですけど、それができないので、もう四方八方から問題が飛んでくるので、それが良かったですね。なるほど。他にやったやつは何かありますか？現役の時はもうそういう感じで、あとはもうそこからは僕はオタク路線に走ってしまったので、あのロイヤル文法をもうあの熟読したりとかしてて、絶対あの受験生にお勧めしないんですけど。そうですね、ロイヤル文法はいい本ですけど、あのあれを舐めるように読んで、あの助動詞とは何ぞやについて2時間ぐらい山手線で考えるみたいなことはあの絶対にやめた方がいいので。結局その浪人してから初めて、その僕は割とその乱雑に長文を読んでいたっていうことに気づいたんですね。もちろんあの長文はたくさんその現役の時にも読んでたんですけど、ただこう割とがむしゃらに読むタイプだったので、でこう頭の中を整理させて読むとか、そのまあどうやって選択肢を選んでいくかとか、なんかそういったことに気づいたのは浪人してからで、はい、そこからはまたちょっと難しい本になるんですけれども、あの太り陽気先生の本ですね、英文精読のアプローチっていうことですね。潰されるのに十分な威力があるというか、はいはい、勉強時間とか結構やってたんですか？どうですか、浪人時代とか。浪人時代はあの正直英語よりも他の教科の方が僕はまずかったので、やっぱりこう苦手教科って時間がすごくかかるんですよ。でもう世界史とかめちゃめちゃ苦手だったので、もう1ページ読むのに30分とか費やしたりとかしてましたし、最初の頃はあの苦手教科ばっかりやってたんですね。ただそうするとあのこの本領発揮するべき英語でやっぱりちょっと点数が落ちてきたりとか どうしてもしてしまって、でやっぱり直前期になると
苦手教科に咲きまくってると得意教科でその 100% 出ない可能性があると。なるほど。だからやっぱりこう例えば9月とか10月とかになってきたらそろそろ苦手教科に関しては今の点数を維持する方向に持ってって、得意教科に関してはもうしっかりと時間を使ってもう得意をさらに得意に、例えばセンターで190点以上は絶対取るとかような考え方に基づいて時間配分をしてた気がします。なるほど。じゃあまあ夏はじゃあ苦手にまず最初、そうですね、夏が逆に言えば苦手を克服する最後だと思いますね。秋になってから苦手を克服しようと思うと、まあ、先生はもちろんもよく分かってらっしゃると思うんですけど、苦手を克服するってかなり大変なんですよ。そうですね、はい、苦手がちょっと苦手じゃなくなるぐらいだったらまだいいんですけど、はい、それではまあ当然特に英語なんかは今結構厳しくなってるので、夏はやっぱ苦手科目いっぱいやってましたけど、いっぱいやってましたね。でもう全く取れなかったけど平均点はかなり、まあ、絶対超えるようにまずは夏になって、なるほど、夏で、まあ、秋以降の模試では、まあ、割と安定して点数は取れるようになったので、もうあとはもう戦略ですね。戦略で勝つかどうかっていう。さらにはなんか実践性のも使ったって聞きました。そうですね、これも、現役から浪人に移る頃に、その2016年の3月なので、はいはい、そう英文法の書くっていう本なんですけれども、これはそうですね、浪人決定してすぐに購入して、はいはい、でもう英文法結構自信はあったんですけれども、うんうん、一からやり直そうっていうことで、もうものすごくお世話になりまして、そんな西先生にもう、ね、交渉でしょ、選んでもらいました、ね、いや本当にありがたくてもうちょうど今撮影してるのがその結果発表の翌日なんですけど、はいはい、今ここ撮ってる、今ここ翌日なんですけど、見てて、で一人だけ僕のことを選んでくれた人がいるっていうことで、それが西先生だったので、もう感無量でしたね。別にこびるつもりは全くないんですけど、エブポの書くすごく割と幅広い人に使えるというか、ものすごく上級の、まあ、受験生も使えると思いますし、全然できない、まだ M ポをよく知らないっていうところからもスタートできるような本ですし、そうです、ぜひぜひですね、はい、これ別に西先生が林先生を選んだから、僕がそこで買ってきたとかいうわけではありません。なんか西さんの、いや、僕も M ポの書くいいですよっつったけど、めちゃめちゃありがとうっつって。めちゃめちゃ英文法の書くに関しては、僕は大学1年生とかの時にその教えるのにこう参考にして、もちろん言葉とか変えて、はい、いろいろ試してはいたんですけれども、はい、まあ、ある意味ファクトチェックのために、これとあとは江川先生の英文法解説を使って、ちゃんと合ってるかなっていう自分の言葉がっていうのはよくやってました、ね、なるほど、そういうこと。僕はすごくこう単語を覚えるときに、まあ、予選の動画でも出てたと思うんですけど、発音もすごく意識はしていて、はいはいはい、辞書の、ね、見方っていうのが、そうですね、で発音というかこう読むリズムみたいなものもあるんですけれども、特に最近英検の生徒とかを教えてて思うのが、英検の二次試験って声に出して読むっていうところがあるんですね。あ、音読問題ですね。そうですね、はい、で文法ができる子はやっぱり往々にし、文法とか語法とかちゃんと分かってる子は読むのもうまいんですよ、うん、書く単語の発音がいいかどうかをともかく、はいはいはい、例えば不定詞の前、副詞的用法の不定詞の前とか、こう副詞句の前、副詞節の前でしっかり切るとか、うん、なるほど、もしくはこう接続詞の前で切るとか、なんかそういう、こう基本的なことが分かってるので、それに合わせてこう文をちゃんとこう切ってくれるんですよ。訳を返せば綺麗に読むことができれば文法量も僕は上がっていくとは思ってるんですね。ほう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 。なのでもちろん音読だけすれば何でも解決するわけではないので、うん、ちょっとそこだけは注意してもらいたいんですけども、うん、もし時間があるのだったら、例えば、まあ、学校の教材でもいいですし、まあ、長文の教材について、最近は CD がよくついてると思うんですけども、そういうの聞きながらそれをこう真似して話してみるみたいなのも、まあ、一つの勉強にはなるかなと思います。なるほど、そして真似して、はい、そうですね、区切りに、ね、意識するっていうのは重要ですよね。うん、岡林先生に、どういった勉強をしてきたのかを聞きました。はい、ありがとうございました。林先生のチャンネルも貼っておきますので、よろしくお願いします。ぜひ、見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.
Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.